北島陽一の乱読図書紹介。今回は角畑裕介さんの犬ぞりことはじめを紹介します。この本は裸の大地というシリーズの第2部にあたります。第1部は狩りと漂白として昨年出版されています。狩りと漂白も良い本だと思いましたが、犬ぞりことはじめは私が強くおすすめする気持ちになるほど引き込まれた本です。角畑裕介さんの本は最初に空白の5マイルを読んでから次々と読んでいきました。極夜行や極夜行前も紹介するに値する本だと思い、以前私は文章による紹介をホームページに書いています。しかしその時でも角畑さんの本ではベストは空白の5マイルだと私は思っていました。空白の5マイルはチベットの奥地ツアンポー峡谷を探検した時の記録です。そこには人跡未踏で地図上で空白となっている場所があるのです。そこを角畑さんが探検に挑むのです。空白の5マイルは Google マップの地図で見るとこの位置にあります。フライトシミュレーターでこの場所を飛んでみると高くて切り立った崖に挟まれた場所であることがわかります。この場所を一人で歩いたのです。角畑さんの若い頃のがむしゃらな冒険の息遣いが伝わってくる本です。まだ読んだことがなければぜひ読んでみてください。文庫本でも出ています。さて、私は犬ぞりことはじめの前に狩りと漂白を読みました。これを読んだ時、角畑さんは随分悩んでいるのだなぁと思いました。漂白登山が日本ではできないだろうかと試行錯誤します。漂白とは目的地を定めず土地から土地へ旅をすることです。登山は普通は山頂を目指して行われます。登頂達成へ向けて計画的に行われます。それとは違い、もっと自由な登山ができないだろうかと考えたのです。それを彼は漂白登山と名付けます。それが日本では可能なのか試すのがこの本の前半です。結局日本での漂白登山を諦めグリーンランドへ出かけるのが後半です。目的地があってそこへのベストなルートが示された地図ではなく、狩りをしながら歩き、どこには獲物が多いなどといった探検の結果、自分ならではの地図が出来上がっていくことに私は興味を持ちました。角畑さんは狩りをしながら自由に極北の地方を動き回るには犬ぞりが必要だと気づきます。それが第二部の犬ぞりことはじめにつながるのです。第一部ではウヤミリックという犬を一匹連れていました。しかしプラスチックの小さなソリを人力で引くのが基本です。第2部では上村さんが使っていたような本格的な木製の犬ぞりを使います。第1部で一緒だったウヤミリックももちろん犬ぞりのメンバーに入ります。犬ぞりことはじめでは本の最初に犬たちの写真が名前付きで載っています。この本ではいろいろな登場人物が出てきますが、角畑さんはこの本で大事なのは犬の名前で村人は重要ではないので忘れてもらって構わないと書いています。角畑さんが犬ぞりの旅を始めたのは上村直美さんと同じグリーンランドの北方です。予定では上村さんと同じにスミス海峡を渡ってカナダへ入るつもりでした。近年は上村さんの頃と違ってスミス海峡の氷の具合も不安定になってきていて、凍結する場所がもっと北の方へ上がっているようです。やっと渡れそうだとなった時、今度は世界中がコロナ騒ぎとなり、カナダへ渡る許可が下りなくなってしまうのです。そこで仕方なく第一部で歩いたグリーンランド北部へ向かいます。ただし同じルートは通りません。勝手な言い方ですが、読者としては帰ってよかったのではないかと思うのです。犬ぞりの扱いや狩りの様子などが事細かに書かれ、
密度の濃い本になっているからです。とにもかくにも角畑さんにとっては犬ぞりは初めての経験でした。それだけで書かずにはいられないようなことがたくさん起きてしまったのです。上村さんの極北にかけるでも犬ぞりを扱えるようになるまでの苦労が書かれています。それと角畑さんの書いていることが少し違うのは、上村さんが探検の目的地がはっきりとあってそれへ目指していくことが書かれているのに対して、角畑さんはそのプロセスを見つめ、それに対して自分がどのように感じているのかをよく描いているのです。ですから犬たちに対してその時その時に角畑さんがどのような思いを持っているかよく伝わってきます。最初の1年は一瞬たりとも犬たちを可愛いと思ったことはないと書いています。奥さんへの電話で次のような愚痴を言っているのです。くそ、またあの犬に逃げられた。俺はね、犬ぞりを始めてから犬のことを一瞬たりとも可愛いと思ったことがない。喧嘩しか能のないクソ犬ばかりだ。よくソリを引く犬は良い犬だなと思うけど、可愛いとは思わない。それどころかこいつらはいつか全員をぶっ殺してやるとしか思えないね。こっちの人はね、そんな犬はもう始末しちまえってよく言うけど、その気持ちがよくわかるわ。うやがんの野郎、腹渡が煮えくり返るということはこういうことを言うんだな。生まれて初めてわかったよ、クソったれが、本当に。と言います。それに対して奥さんは、ちょっと怖いんだけど、としか言えません。犬たちは角畑さんの指示を聞かないのはもちろんのこと、すぐに喧嘩をするのです。それを角畑さんが割って入って止めようとしますが、言うことを聞きません。そこで無知の柄でぶってようやく犬たちの喧嘩を止めるのです。それだけでなく、電話で話していたウヤガンのように何度も逃げ出してしまう犬もいるのです。電話では怒り狂っていた角畑さんですが、次第にどのようなことがきっかけで犬たちが喧嘩をするのかも分かってきます。そこまで時間がかかるのです。ですから、この本の最初の方もすぐに喧嘩をする犬たちの話ばかりで、読む方もまたかと思うことでしょう。上村さんも北極圏1万2000キロでは、犬たちが死んだり歩けなくなった犬をやむを得ず置き去りにしていく場面があります。そこには深い悲しみが書かれています。最初から最後まで行動を共にしたアンナという犬を上村さんは日本に連れて帰ることができたのは本当に良かったです。上村さんも犬に対するいろいろな思いは書いています。しかし角畑さんの犬ぞりことはじめはその密度が濃いのです。決して愛犬家がニコニコしながら読める本ではありません。むしろ愛犬家は読まない方が良いのかもしれません。エスキモーの人たちにとって犬はペットではありません。労働の道具です。ですから役に立たない犬はすぐに殺してしまいます。角畑さんが犬を買い求めにエスキモーたちのところを訪れると、いやあ残念だな、昨日5匹締めたところだよ、と言われます。角畑さんも犬はペットではないと分かっていますが、エスキモーのようなドライな心にはなかなかなれません。ですから読者に犬の名前を覚えてくれと言いますし、本ではそれぞれの犬のキャラクターをよく描いているのです。犬の権力争いなど犬社会の様子をよく分析しています。犬たちは何かのきっかけがあるということを聞かず暴走することがあります。最初の頃はこの暴走が起きないように気を配ったそうです。村の近くなら何とかなりますが、何百キロも出かけた表現で犬が暴走して置き去りにされたら犬たちはどこかで死んでしまうでしょうが、角畑さんも助かりません。
道具というよりも運命共同体です。さて、漂白ですが、カナダへ渡ることができないとなったものの、行ける範囲の最北ポイントへ到達することはできました。そして、それはがむしゃらな直線的なルートではなく、その土地をよく理解しながら地図を作っていくような旅ができたのです。自分の犬ぞりチームにも手応えを感じるようになったと書いていますが、それは犬たちの成長というよりも、角畑さんの成長なのでしょう。この本は最後まで犬の話が続きます。自分を慰めてくれる対象としての犬ではなく、いろいろな面をひっくるめて丸ごと犬が好きな人なら、この本は興味深いでしょう。読んでみてください。今回はこれで図書紹介を終わります。次回は今年の7月に出たばかりの山は輝いていたという本の紹介をします。